どう、シャルロットや。帰ってきてくれたのかい？うん、違うでち。シャルロット、おじいちゃんに聞きたいことがあるでち。ああ、何でも聞いておくれ。シャルロット、お前の役に立てるなら、わしはどんなことでも力を貸すよ。おじいちゃん、希望のオーブって知ってるでちか？どうしてその名を？そうか、シャルロットや、お前はわしが思っていたよりずっと世の中の多くのことを知っているようだね。希望のオーブ、久しく聞かなかったなじゃの。それはな、シャルロット、リロイとシェイラが種族を超えて結ばれるために使った秘宝なんだよ。パパとママの、わしはあの悲劇が繰り返されぬよう、希望のオーブをワンダーの樹海の奥深くへと封印したのだ。ワンダーの樹海でちね。希望のオーブなど今さら何に使うつもりなのじゃ。シャルロット、お前まさか。いや、わしはお前が望むことを止めはしないよ。かつてはそれが悲劇を生んだのじゃからな。ただせっかくリロイとシェイラが授けてくれた命じゃ、大切にするんだよ。分かったでち。シャルロット、命は無駄にしないでち。希望のオーブを手に入れたらここに戻っておいで。わしの施した封印を解き、再び使えるようにしてあげよう。では気をつけて、くれぐれも命を大切にな。シャルロットちゃん、何か気になることでもあるのですか？シャルロット、なんだったらこの先は私たちだけで行こうか。パパ、ママ。ううん、なんでもないでち。さあ皆さん、行くでちよ。あんなの前にあったかな。これが希望のオーブでちか。なに、なに、何が起こったでちか。おそらくその光の魔力に呼び寄せられてきたのでしょう。二人とも気をつけてください。これはパパとママの大切な思い出でち。誰にも渡さないでち。シャルロットが守るでち。
そこにいるのはシャルロットかい？シャルロット、シャルロットなの？パパ、ママ、本当にパパとママですか？シャルロット、よく顔を見せておくれ。シャルロット、パパ、ママ。シャルロット、よくお聞き。僕たちはもうこの世にはいない。お前に見えているこの姿は、禁じられた呪法を使った時に希望のオーブに吸収された僕たちの命そのものなんだ。体のない私たちはもう消えなければならないの。あなたを抱いてやれない私たちを許してね。そんなこと思わないでち。パパとママの声が聞けただけで、パパとママに会えただけで、シャルロットは、シャルロットは。そうか、シャルロット、お前は僕たちの信じていた通り優しい子に育ってくれたんだね。シャルロット、愛しているわ。ああ、シャルロット。でも、私は後悔したことは一度もない。あなたを産めたこと、本当に幸せだったのよ。私たちはいつもあなたを見守っているから、いつも見守っているから。シャルロット、愛しているよ。ずっと、ずっと、ずっと。パパ、ママ。シャルロットはもう泣かないと決めたでち。さあ、お二人さん、妖精王のおじいちゃんのところへ帰るでちよ。封印を解いてもらうでち。もしかしてこのお墓は、パパ、ママ見守ってくれてるでちね。シャルロットは大丈夫でちよ。ひいすい。シャルロットや、無事帰ってきたんだね。希望のオーブを持って帰ってきたでち。さあ、封印を解いてあげよう。これで再び希望のオーブは使えるようになったはずじゃ。わしが反対などしなければ、あの二人はもっとずっと幸せに暮らせたろうにの。おじいちゃん、それは違うでち。パパもママも幸せだったでち。誰に反対されても一緒だったから幸せだったでち。そうか、そう言ってくれるか。お前は本当に優しい子じゃな、シャルロットや。愛しているよ。いつでも好きな時に帰っておいで。わしは待っておるからな。わしの愛しい孫、シャルロットよ。これでシャルロットもクラス4になれるでち。
ルが揃ったね。一度グランクロワのところへ戻りましょう。見事、それぞれのクラスチェンジアイテムを手に入れたようじゃな。クラス4の力があれば、あの大魔女アニスにも必ずや勝つことができるじゃろう。大魔女アニスはすでに目覚め、この世界を滅ぼすためにいつ動き出すやもしれぬ。一刻も早くアニスの潜む地に向かい。この声はもしかして私の気を探る者がいると思えばお前か、グランクロワ。貴様らごときがこの私に歯向かうというのか。面白い。世界滅亡の余興だ。来るがいい。楽しみにしているぞ。もはや一刻の猶予もならん。世界の命運はそなたらに託されたのだ。頼んだぞ。